生語れるネタだなと思って。まあ、もう確かに。でも北原さんは結構大変そうでしたね。チャンスを逃すことなく掴めたっていうのは大きいですよね。はい、どうもカズです。今日も YouTube やっていきます。山田くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこんな感じで、今日はなんですけど、はい、あ、そういえば聞いたことなかったなと思ったんですけど、はい、北原さんと何年か前に全国ツアーガザ行ってたじゃないですか。もうほぼ会社にいなかった時。あ、はい、そうだね。ディアーズの北原さんと全国ツアー行ってましたね、はい、あれそういえば詳しく聞いたことなかったなと思って。ああ、なんか聞きたいですか。はい、なんか裏話とか北原さんの会話とか、あとどういう経緯だったのかとか。あ、はい、はい、いいですね。そういうのちょっと聞きたいですね。あ、わかりました。最初どっちから誘ったんですか。ああ、そうですね、あれコロナ前なんでね、3-4年前になっちゃうんですけど、北原さんがやっぱディアーズさんを全国にね展開したいということで、はい、全国回りたいと、はい、全国で講演して興味ある人を探していきたいということで、1月2月ぐらいかな、その年の連絡があったんですよ。鈴木さん暇ですよね。確かに僕もう引退してたから時間はあったんですけど、はい、暇じゃないですかって言われて、反強制みたいな感じだったんです。よかったらちょっと全国47都道府県一緒に回んないですかって言われて、はい、と思って、47都道府県マジっすかみたいな感じでびっくりしたんですけど、はいはい、夢じゃないですか、普通に全国47カ所回ることなんて、はい、でも正直47都道府県全部行ったことある人ほぼいないですよ。いないでしょ。いないです、いないです。それをたった1年で私全部回りませんかって言われて、と思って、はい、びっくりしたんだけど、はい、こんな機会ないと思って、はい、ぜひと言って行くことにしたんですよ。北原さんからの提案です。ああ、なるほど、そういう感じだった。そうそうそう、1月ぐらいですよ確か。で、今年全部回りませんか今年って。そう、全部47カ所で2人でコラボセミナーやりませんか、はい、で北原さんはディアーズを広めたい、はい、で僕は脱職人系の本をね、ああそうか、出版した時出したばっかだと思ったので、はい、あ、じゃあ僕本の宣伝もなるしいいなと、うん、何よりも47都道府県回るチャンスって一生でもないと思うんですよ、たった1年で、はい、しかも北原さんと回れるって、うんうん、これはもう一生語れるネタだなと思って。まあ、もう確かに当時はね、まだそんな全国展開してないんで、まだね数店舗だったと思うんですけど、うん、絶対やるって僕も分かってたから、うん、なんかもうあの当時からもうやるってなんかもう分かってましたよね、見た感じで。間違いなく有名人になるし、はい、うんうんうん、俺あの人と全国回ったっていうのを墓場まで持ってけるなと思って、はいはい、そこで決めました。あ、なるほど、はい、即決ぐらいの感じだったんですね。ほぼ即決ですね、まあ、嫁さんにちょっと行っていいかっていう許可を取るだけでしたから、はい、あ、でも許可を取るのももう行きますって言ってからまあそうですね、そうですね、そんな感じで決まりました。あ、なるほど、はい、それって結構機密スケジュールですけど、はい、機密でしたね。47都道府県を例えば北海道、次、はい、青森って順番にこう行くんですか、はい、それが順番に回るんだったらまだ楽なんだけど、毎週月曜日にイベントしないと美容室経営者さんが集まれないじゃないですか。だから毎回毎週月曜にどっか行くって感じだったんで。あ、そういう感じなんですか。福島から北海道行ったら福島戻って次の週青森とかで次の週九州行ってとか。ああ、順番通りじゃない。順番通りじゃないですよ。一回戻ってるんですよ、わざわざ。あ、すごいですね。移動距離半端ないですね。現地集合みたいな。現地集合か東京で集合して一緒に行くか。大体東京集合でした。あ、はい、それでまあ飛行機とかもしくは新幹線で一緒に行きましたね。いや、すごい順番通り行ってたのかなと思ってたんですよ。順番じゃないですよ、もう毎回戻って行ってたから。それで47カ所、実際1年じゃなくて4月ぐらいから始めてるんで半年ちょっとぐらい、半年ちょいぐらいですね。12月には終わってるんですよね。あの時カズさんの生存確認するの SNS のストーリーぐらいでしょ。あ、そうです、ちゃんと今日もフライトしてんなみたいな。そうす。その時インスタで必ず駅と僕の方、ああ、はいはいはい、じゃあ47カ所集めようと思ってやってましたね、はい、今消しちゃったかな。あ、本当ですか。あともう一個気になるんですけど、はい、47都道府県毎回こう福島に戻って行ってじゃないですか。そうですね。いくらかかるんですか。これね、ちょっと最終的に計算したら多分1000万ぐらいです。高な金額ですね。じゃあ僕と北原さんと両方旅費と宿泊費と、あ、まあ、会場費、はいはいはい、あとたまにこう手伝ってくれるマネージャーっぽい方と一緒に行ってるんで、それを一旦こっちで負担するんですよ。で、後で折半してるんですけど、全部合わせると1000万ぐらいだったと思いますね。おー、すごいっすね。
いやすごいっすよ。カズさん時間があったっていうのと、そのやっぱ行くから旅費もかかるでしょうから、はい、しっかりこう経営したりとか、カズさんの場合コンサルをやって、はい、そういう収益があったからチャンスつかめたっていうことってことですよね。そうですね。まあ、そもそも時間の調整を僕ができる側なんで、チャンスを逃すことなくつかめたっていうのは大きいですね。あ、なるほど、ね。はい、やっぱそういうチャンスってつかめないじゃないですか。いや、なかなかないです、ね。短くても時間もお金も普通は取れないじゃないですか、うん、はいはい、お金は取れても時間が取れない人って逆に多いと思うんですね、うん、なるほど。僕の場合はやっぱどっちも大事にしてるんで、はい、そういうチャンスはつかめるようにやっぱ時間とお金両方大事にしてるっていうのはそもそもあって、うん、それが生きたイベントだったのかなとは今思えば思いますね。行ってよかったなっていう感じですか。そうで、1000万ぐらいまあかかってるけど、折半しても500万ぐらいかかってますけど、はい、北原さんで言ったらディアーズがそれで広まっちゃったんで、うん、まあ、余裕のもと取れてるわけです。ああ、なるほどなるほど。僕も本も現地で売ったりしたし、そこから僕のアカデミーに参加してコンサルにつながったりとかで、はい、500万は余裕で回収はしてますね。はい、普通はできないですよね。いや、できないですね、はい、僕としてはね、稼げるから行こうっていうよりは47箇所回るっていう経験に価値を感じて、僕は楽しく回ってたんですけど、でも北原さんは結構大変そうでしたね。あ、本当ですか。あまり旅行に興味がなかったみたいで。あー、なるほど。そうそうそう。じゃあ現地に行って美味しいものを食べるとか。それもあんまり興味がないというか、でも僕のせいで、僕現地でご当地ラーメンとか、あ、太りそうなものをよくチョイスしちゃうんで、はい、それを北原さんも食べさせられてたんで。めっちゃ太っちゃいました。あ、なるほど、はい、でも今はね、もうすごいダイエットされて、そっからはい、ダイエットすごいしましたけど、そういう思いではあります。カズさん太んない体質ですか。僕は結構ね、太んない体質変わんないので。確かに。でも北原さんは結構無理に太って面白いのもあります。なるほど。スタバーとか、はい、毎週北原さんとお会いしてて、全国ツアーが終わってロスになりますよね、北原さんロスみたいな。いやいやいや、もうここずっとロスです。そうですよね。毎週会ってたの。毎週どっかに旅行行くんですか。その年はもう家族の次は北原さんに一番会ってたっていう感じですよね。そうですね。まあ、同じぐらいかな。もしくは北原さんの方が会ってたかもしれないぐらい。一緒にいる時間は多分長いです。そうそう。僕北原さんと毎週どっか行くの。プラス自分のセミナーもあったんで、週末だけ自宅帰る。なるほど。感じだった。結構北原さんの方が共有した時間は多いかもしれないですね。そっからコロナでしょ。ああ、そっか。それが終わってすぐぐらいにコロナになっちゃったから、逆に今度毎週ね、出張行ってたのがゼロになっちゃったんですよ。はいはいはい、次の翌年。そっからカズさんのもうオンライン始まりました。はい、僕オンライン講座に切り替えたりいろいろ大変でしたけど、はい、何よりもその旅行ができなくなったこと。あ、もうカズさんの中では旅行だったと。旅行ですね。そのロスがきつかったです。なんか現実に戻ってきたみたいな感じ。そうです。現実とかもう正反対なんで。毎週どっか行く。生活から、はい、一歩も出れない生活が変わっちゃったじゃないですか。あ、なるほど、はい、そのギャップはちょっとひどかった確かにでもね、今そっから北原さんまたね、グッと全国展開も終わらせて、はい、次起業家としてご活躍されて、はいはい、忙しくなっちゃってなかなか会う機会なくなっちゃって、うん、寂しいんですけど、うんうん、いや僕の YouTube 見てくれてるらしくて本当ですか。はい、なんかお恥ずかしいですね。お恥ずかしいですけど、いや嬉しいな。いや、でも本当そうですね。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いやいや、大先生に大先生、いや癒し系 YouTuber って言われてますから。あ、癒し系で、はい、あ、何よりですわ。そうです、うん、そんな感じの思いがあるんですね。はい、ちなみに最後聞いていいですか。はい、もう一回全国ツアー行きましょうって北原さんから言われたら行きますか。ああ、もう一回行きたいですね。あ、見てますよ北原さん多分電話来ます今日だ。いや、北原さんはもうね、お忙しいんで、秘密スケジュール忙しいのと、もう二度と行きたくないと思ってると思う。そう、全国でどこ行ってもめっちゃ人集まるわけじゃなかったから当時は。ああ、 そっかそっか。そう、今はね、北原さんもイベントやったらもう何百人って集まっちゃう。はいはいはい。でもその当時はゼロの会場もあったんですよ。実は少ないと5、6人とか、多くても2、30人とか。せっかく遠く行ったのにゼロで、はい、行って写真だけ撮って帰るっていう地域もあったんですね。ああ、そうなんですね。そう、そういう思い出もあるから、北原さんはもう二度と行きたくないと思ってると思います。いや、でも今だったら各地100人以上です。今はもうどっちかも、はい、有名人。いや、すごいな。そういうのはあると思うんで、行きたいのは僕。あ、なるほど。カズさんがルフィ出していただけるので、
行きますでしょ。行きます行きます行きます。じゃあそのうちちょっと考えましょうか、はい、でもその場の僕美容師の仕事なくなって収入ゼロになるんでやばいっす。じゃあ YouTuber で YouTuber ですねチャンネル登録お願いします。チャンネル登録で、はい、そのデックツアーは時間とお金の自由をやっぱ経営者だったら調整つくようにしておくとこういうチャンスも逃さないんで時間大事にしてほしいなというふうにまあ僕は思います。なるほどなるほど、はい、まとめるとね、はい、ありがとうございます。はい、僕の公式 LINE では美容室経営のヒントを動画で配信してますので、よかったら LINE 登録をお願いします。それでは。